ちは、むしゃリサーチです。今日のテーマは貿易戦争中間総括、米国隆盛、中国台頂の潮目にです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。米中貿易戦争においてアメリカの本気度が見え、中国の狼狽が明らかになってきました。むしゃリサーチの基本的な見方を教えてください。はい、むしゃリサーチとしましては、現在進行している米中貿易戦争、これはアメリカと中国の、覇権争い、歴史的な覇権争いの、一環であると考えています。そして、それそのものはですね、当面は世界経済に深刻な影響を及ぼさないだろうというように思います。理由はアメリカの経済が非常に好調だからです。それからもう一つ重要なことは、やはりこのトランプのですね、非常に強引な政策なんですけれども、いくつかの理由によって成功する可能性が非常に強いということなんですね。アメリカの経済が非常に強い、したがって貿易戦争によって起こるマイナスの要素はかなり経済の好調さによって吸収されると思います。それからもう一つはですね、かなり強引な主張なんですけれども、相手側は折れざるを得ないと。なぜならいろいろな事情によってアメリカが交渉上非常に有利な立場にあるからです。ということでですね、最終的には、今回の、米中貿易戦争というのは、株式市場にとっても、長期的な大幅なマイナス要因にはならないだろうというのがむしゃリサーチの考え方です。基本的にアメリカの一人勝ちということですか？はい、基本的にですね、これはアメリカと中国の貿易をめぐる戦争なんですけど、どっちが勝つかというと、これはもうアメリカが勝つということはほぼ明らかだと思うんですね。それは、この間の株価を見てもかなりはっきりしていると思います。こちらにありますのは、貿易戦争が起こって以降の、世界の主要国の株式パフォーマンスなんですね。ご覧のように、3月から米中貿易戦争が始まったわけですけど、それ以降、むしろ株価が上昇傾向にあるのがアメリカ。アメリカは今世界で一番パフォーマンスがいい市場となってます。しかし他方で中国は大幅に下落をしてですね、両者の間に、3割近いパフォーマンスのギャップが開いてますよね。これを見るとやはり今回の米中貿易戦争はアメリカの、一人勝ちということをマーケットももうすでに織り込んでいる可能性があるんじゃないかということですね。でアメリカの株式市場は、2月のですね、いわゆるビックスクラッシュによって、12%、一時的に急落をしました。これでアメリカの経済拡大だとか、長期的な株価上昇は終わったんだという悲観論も一時的に台頭したわけですけれども、それから半年も経たない、現時点でですね、すでに、ほぼ過去ピークを超えつつあります。このように見ていくと、株式市場はすでにアメリカの貿易摩擦における、優位性ということを、十分に織り込んでいるのではないかと思います。当面の世界株式はトルコなど新興国の通貨不安に引きずられて低調ですが、はい、心配ないですか？基本的に心配ないと思いますね。なんといっても今起こっていることの最も重要な要素はアメリカの経済が非常に強いということが最も重要な原因となって連鎖的に起こっている現象なんですね。一般的に、トルコのリラが急落をし、そしてそれが新興国不安に連鎖をするというようなことが起こっています。しかしなぜ新興国の通貨不安が起きているのかというと、アメリカ経済があまりにも強く、世界の資本がアメリカにどんどん、吸い寄せられているからなんですね。その結果として新興国の中でも体質が悪い、トルコだとかアルゼンチン、あるいは南アフリカなどがですね、投機の対象となって、市場が混乱しているということです。したがってこのような問題というのはアメリカが本当に強いということであれば、むしろアメリカの強さが世界経済を引っ張る、それによって世界の株式市場が牽引されるということもあり得るわけですね。おそらく今申し上げました後者の動きによってですね、今起こっている世界的な、金融市場における不安感というのは、一掃されて年後半には
年末にかけてかなり力強いグローバル株式の上昇が期待できるのではないかと考えています。ではアメリカの対中摩擦の本気度を伺いたいのですが、はい、それではですね、この米中貿易摩擦の本題に入りたいんですけれども、なんといってもこの間のサプライズはアメリカトランプ政権が極めて本気だということなんですね。この間を振り返りますと、2月に、太陽光パネルだとかあるいは洗濯機で、関税をかけました。それから3月に鉄鋼アルミの関税を、打ち出しました。そして中国に対してはさまざまな対米貿易黒字削減の要求を打ち出しました。さらには知的所有権を奪っているということを根拠として、まず500億ドルの中国からアメリカへの輸出に対する関税引き上げということを打ち出し、さらにはそれにとどまらずに、2000億ドルの中国からアメリカへの輸出に対しても関税を引き上げると、矢継ぎ早にですね、次々とこれでもかこれでもかと思うほどのですね、手を繰り出している。これが今のトランプ政権ですね。これは明らかにその多くの人々の想像をはるかに上回る激しさだったと思いますね。しかもこのようなアメリカの中国に対する攻勢っていうのはこの通商にとどまる様相を見せてません。この8月に2019年度のですね、国防予算とそれから国防政策のその概要を決める国防権限法という法律が制定されたわけですね。これは国防予算を大幅に増やすということを軸にして、それに関わるいろいろな要素が織り込まれているんですけれども、この中で、アメリカの企業に対する海外企業の買収を、容易にですね、拒否できるような制度を設ける。これはもう中国がメインターゲットですけども、ということとか、あるいはこの間問題となっていた、ZTE あるいはファーウェイといった中国のですね、ハイテク企業からの、アメリカ政府の購買を禁止するとかですね、あるいは中国がこれまで参加していた8月にいつも行われているリムパック、環太平洋合同演習、それに対する参加を拒否したとかですね、さまざまなですね、貿易以外の中国に対する封じ込めの手立ても打ち出されてるんですね。またムニューシン財務長官は断るごとに、中国は人民元の為替操作をしている、それはまかりならんというメッセージも出しています。このようにこう説明をいたしますと、今のアメリカと中国との貿易戦争というのはこれはもう貿易にとどまらずにですね、全面的に中国を封じ込めようとしているという、アメリカトランプ政権の意図がかなり鮮明になったと言っていいと思います。このトランプ政権の強腰の対応に中国は慌てたでしょうね。まさしくそうなんですよね。ここまでアメリカが激しく出てくるとは習近平政権は到底想定していなかったと思いますね。トランプさんはここ1年数ヶ月就任して以来、何度も習近平さんと会ってですね、習近平さんは良き友人であるというように称えていたわけです。そのようなことから、かなりトランプ政権を、中国は甘く見たんだろうと思いますね。そして、とうとう昨年の10月の共産党大会で、習近平氏がですね、いわば終身国家主席になりそうな、気配を、打ち出したわけですよね。加えて、中国がですね、アメリカに代わって世界の覇権を伺うという姿勢も、示したわけです。2049年は中国共産党創立100年にあたるわけですけれども、それをですね、目標として、中国がアメリカとは別の世界秩序を打ち立てるということも謳ったわけですよね。このような中国の対応というのは、アメリカがいずれ中国のこの、強腰の対応に折れてこざるを得ないだろうと、かなりアメリカを甘く見た政策だったと思うんですけれども、これを中国は、かなり今時点では、後悔し反省している可能性もあると思うんですよね。で、8月には中国の、共産党の長老を、交えた
北戴河会議というのが開かれます。この北戴河会議ではですね、どうも、まあ、これまでの中国の主席、まあ、江沢民氏とか胡錦涛氏などが、まあ、揃っているその会合の中で、習近平氏のこの極めて強引な、まあ、個人独裁色だとかアメリカに対するチャレンジやりすぎじゃないかという批判が出たということも漏れ伝わってますね。まあ、中国は、まあ、かなり慌てていると思います。まあ、ということは、まあ、中国は一体どうするのかということなんですが、対応は2つしかないと思いますね。一つは中国のメンツを維持しつつも、とにかくアメリカをなだめるということですね。つまり懐柔するということです。まあ、アメリカの結果は言いなりにならざるを得ないんじゃないか、まあ、これが一つですね。もう一つ、おそらく中国がやらざるを得ないと思うのは、こういう形で貿易戦争を、まあ、吹っかけられるわけですから、それが中国の経済に非常に深刻な影響を与える可能性があるんですよね。で、これを抑えるために、まあ、おそらく、まあ、見境のない微方策、まあ、財政出動だとか金融緩和ということによってですね、まあ、景気のテコ入れを図ると思いますね。一つはアメリカに対する懐柔策、アメリカからの要求に対する譲歩、もう一つは国内の経済に対するテコ入れ。それは本質的な改革ではなくて、非常に目先のですね、いわばパッチワークといいますか、微方策なんですけれども、まあ、これを打ち出さざるを得ない。それがですね、まあ、中国の現在の情勢だと思います。それだけのことをすると、中国に多くのものの生産を頼っているアメリカにも被害は生まれますね。そうだと思いますね。まあ、アメリカはですね、まあ、中国のこれまでの経済台頭を、まあ、反省していると思うんですね。あまりに甘く見て、中国に有利な国際通商環境を長い間認めすぎたと。その結果、今や中国が世界の工場になってしまっていると。それを使って中国はアメリカの世界における覇権をも奪おうとしていると。これは許せないというのがですね、まあ、基本的なアメリカの中国に対する態度ですよね。したがって今トランプ氏が貿易戦争を仕掛けている最も中心的な眼目は、世界のいわば生産拠点になった中国、この立場をですね、再び、まあ、奪い返すと。中国が世界の工場であるというこのステータスをもう認めないということだと思うんですね。となると、おっしゃる通り、今まで中国にさまざまなものを依存しているアメリカ、これはですね、まあ、結構、深刻なことになりますね。例えばアメリカが必要な服、あるいはパソコン、スマートフォンなどの多くは中国で作られているんです。したがって中国で作らないとなれば、アメリカ人は物を買えなくなりますよね。それからまた、今アメリカで一番世界において競争力の強い製造業製品は半導体なんですね。で、この半導体の一番大きなお客さんはどこかというと、これも中国なんです。つまりアメリカの最先端の半導体を中国に輸出し、それをスマートフォン、コンピューターなどに組み込んだ、その最終製品を今度は中国からアメリカに輸入するということをやってるわけですね。となると、中国に対して半導体の輸出ができなくなれば、これはアメリカの半導体メーカーは困りますね。というように考えると、今のグローバルサプライチェーンを直ちにやめさせるということになると、これはアメリカにとっても非常に大きな被害が、まあ、持たされるということになりますよね。ですから、一体どこで、まあ、落ち合えば決着がつくのか、まあ、中国もアメリカもどこかでですね、一旦、まあ、手を打つということが、まあ、これはもう必ず起こるだろうと思いますし、私は、まあ、避けられないと思いますね。まあ、そのようなことが進行するとすれば、私は今回の貿易戦争は非常に深刻な、まあ、花火が打ち上げられたけど、まあ、お互いが納得するところで一旦は決着がつくということになるだろうと思います。まあ、現在、まあ、中国のですね、まあ、商務省の次官がアメリカに行ってですね、米中事務レベルの対話が進行しています。まあ、11月には習近平氏とトランプ氏の、まあ、会談も想定されています。まあ、このようなことでですね、まあ、戦争は起こったけれども、一旦はどこかで打ち方やめということが起こるだろうと思われます。そうなると、まあ、一時的にはですね、
まあ、株式市場は安堵感から大きく反発をしていくという可能性もあると思います。関税が大幅に引き上げられても影響は小さいと言えるのですか？そうですね、まあ、そのように言っていいと思うんですね。なんといっても中国からアメリカへの輸入関税全部引き上げられたらどのくらいになるのかということなんですけれども、現在、まあ、まな板の上に乗っかっているのは、まあ、総額中国からアメリカに対する輸出2500億ドル、これに関税をかけるということを言ってるわけですよね。で、最大どのくらいかけるかというと 25% かける。そうすると、まあ、掛け算をすれば 2500×25% イコール625億ドルとなります。この625億ドルという金額はアメリカの消費全体14兆ドルあるわけですけれども、それに対しては 0.4% なんですね。まあ、無視できるものでもないけれども、まあ、アメリカ経済を、まあ、リセッションに引きずり込むほどのものでもないということが言えると思うんですね。そしてまた、まあ、そのような形で中国に対して輸入関税がかけられるようになりますと、今度は中国で生産しているものはアメリカ国内で生産しようということで、アメリカに生産が戻ってくるというプラス要素もありますよね。まあ、このようなことを相対的に考えれば、この貿易戦争そのものは、まあ、一旦は決着するでしょうし、そしてまた一定のマイナスの影響が出ても、それ自身は、まあ、株価が大きく暴落するようなものではないだろうというように言っていいと思うんですね。それにしてもなぜトランプ氏の強引外交が功を奏するのでしょうか？そうですよね、まあ、なんといってもトランプさんのやってることはもうめちゃくちゃだと、まあ、誰もが思えるようなことをやってます。しかしそれがなんとかですね、ちゃんと、まあ、狙い通りになりそうだというのがですね、このムシャリサーチの考えなんですよね。なぜあれほどの強引さが、まあ、ちゃんと、まあ、成果をもたらすんだろうかということが、まあ、非常に不思議なことみんなに思われていると思います。ムシャリサーチとしてはですね、2つの大きな理由があると思うんですね。1つは何といってもアメリカ経済が絶好調だということです。で、景気が非常にいいので、先ほどご説明した関税引き上げとか貿易戦争によるマイナスの影響があっても景気の良さによって打ち消されちゃうということがありますよね。言うまでもなく、この景気は、まあ、今年の初めからトランプ政権が打ち出した市場空前の大幅な減税によって大きく下支えされているという要素もあります。まあ、このような景気の良さが、まあ、戦争の貿易戦争のマイナスをカバーするばかりか、トランプ政権に対する国民の支持の高まりも支えて、トランプ政権がより、まあ、自由に外交政策を展開できるという土台を作っているということがありますね。まず第一の理由はアメリカの、まあ、景気が非常にいい、だから強引な政策が成功できるんだということなんですね。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生ほか、たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。